どうもお疲れ様です。ババログです。ユニクロ C の発売からだいぶ時間が経ってしまって、次はユニクロ U という時期とはなるのですが、大変お待たせいたしました。今更ながらユニクロ C の購入品4点と、前回の GU ショップクルーズで細かく紹介できなかった GU 激推しアイテムと合わせた誰とも被らない着回しルックブックを紹介しようと思います。今回また賛否両論でぼやかせていただくと、タックワイドパンツは春の方が形が良くて、とにかく全体的にサイズが大きかった印象です。インスタのストーリーで初日にデビューしましたが、一番欲しいと思ってたパフテックキルトコートが S サイズでもかなりデカすぎて、おしゃれ着とは言えず、去年のボアコートが意外と使えただけに本当に残念でした。あと全体的に評判の良かったツイードオーバーサイズジャケットのセットアップも予定していましたが、今回のユニクロ C のタックワイドパンツが全部ワイドすぎて、着てみると見た目がほぼフレアパンツで、なおかつ微妙に丈が短く、ジャケットは良かったんですが、パンツのバランスが私的にはあまり良くなかったので両方バッサリ諦めました。未だに暑くて全く服欲しい欲が湧かず、極暖ヒートテックとか文字見ただけでも拒否反応を起こしてしまったので、今回購入したユニクロ C は裏起毛がなくてすぐ着れそうだったスウェットオーバーサイズプルパーカーセットアップと、カシミヤリラックス V ネックセーター2色の4点です。あと GU で購入したこちらを合わせて、後半に着回しコーデを13コーデ紹介していきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。それではスタート。結局一番気に入って購入したのはこちらのカシミヤリラックス V ネックセーターのベージュとオリーブ。サイズは私は M サイズにしました。もうすでに他の方の動画を参考にして買われている方も多いかと思いますので、商品説明は少なめに購入理由を中心にお伝えしようと思います。カシミヤ 100% ということもあり、とにかく柔らかくて着心地がむちゃくちゃ良かったです。同じカシミヤのノースリーブとカーディガンのアンサンブルは去年似合わなかったので今年もスルーしました。お値段が 12,900 円と、よくよく見るとユニクロ C の中では一番高かったんですが、形も色展開もほぼ一緒のメンズのリラックス V ネックセーターと比べてみると金額が違うので当たり前なのですが、カシミヤを着てしまうともう戻れなくなってしまうほど着心地が段違いです。多分もう1点メンズを買ったとしてもカシミヤを着ちゃうだろうなと思って2色ともカシミヤの方にしました。ユニクロのトップスはだいたい L サイズで、通常毎年出るユニクロ定番のカシミヤニットはいつも XL でゆったりめに着るのが好きなのですが、こちらはサイズ M でもオーバーサイズって言えるぐらいゆったり着れて丈も長めです。何かニットを欲しいなと思っている方はこちらおすすめなので、購入を迷っている方はぜひ検討してみてください。3つ4つ目は前評判が良かったスウェットオーバーサイズプルパーカーのセットアップ、ブラウンの私は上下とも S サイズを購入しました。ユニクロ U の方で毎年いい感じの色でいつも出るスウェットの形が丈が短かったり袖がやたら膨らんでたりで、いまいち好きじゃなくてユニクロ C でも期待できないんじゃないかと思ってたんですが、とりあえず念のため試着してみると上下とも形が良くって、久しぶりのユニクロでのスウェット購入となりました。カジュアル大好きな私にとっては大体スウェットといえばグレーを選んじゃうんですが、もう何枚も家にあるし、夏は黒ばっかり着てましたが、今回はブラウンの色味が新鮮で、私の秋冬は決まってブラウン系ファッション中心にシフトしていくので、合わせられる手持ちのアイテムも増えてくるということで、スウェットではブラウンを買ったことがなかったですが即決しました。オーバーサイズって名前についてるだけあって、163センチ55キロの私ですが、男女兼用の S サイズでも問題なく着れるサイズ感だと思います。いろいろ紹介されているようにオーバーサイズで着るのもトレンドで可愛いですが、欲しいけど私が着ると家着感が出るかもと悩まれている方は、オーバーサイズにすることで家着感が出ちゃう可能性があるので、無駄にオーバーサイズを買わずにジャストっぽい感じで着るとそれぞれ単品でも使いやすくなると思いますので、この後紹介するルックブックを見て参考にしてみてください。それでは GU の購入品はルックブック中にするとして、着回しコーデを早速紹介していこうと思います。まずは家着になりそうなスウェットのセットアップコーデです。ユニクロで小物まで買っているとさらにみんなと同じ格好になっちゃうので、レアコラボ以外の小物は絶対に買わないんですが、今回のバッグのモデルになったと言われている2年前に買った本家のポーターハイクのバッグ、
スニーカーはピンク好きで一目惚れして今年の夏に買っておいたアディダスのガゼルです。インナーのアクセントとして GU のお気に入りのハイネックのノースリーブのブラウンを合わせて首元と裾から覗かせてみました。極暖のヒートテックは暑すぎて買う気になれず、タートルは去年の顔の丸さが強調されるからもう一生買わないっていう風に決めてたので、ちょうどノースリーブのハイネックが時期的にもいい感じに合わせられます。ヘッドホンは AirPods Max 第一世代のピンクで、ピンクとマウントをリンクさせたマウントコーデとなっております。続いて同じセットアップで靴と小物だけを変えただけのコーデになっております。ご覧の通り過去に茶巾に合う小物ばかり買っているので、洋服とも合わせやすく、着回しというより小物を変えて同じ服でも雰囲気を変えるようにして手を抜いています。公式のルックでグレーのスウェットのセットアップにツイードのジャケットを羽織っていたので、3年前に買ったザラのお気に入りの肘パッチ付きのジャケットを合わせてみました。ブラウンのスウェットのパンツにカシミヤ V ネックのベージュも間違いのない組み合わせです。長年動画を見てくれてる人にはまた今年もと思われるかもしれませんが、秋冬になるとニット帽が私のトレードマークとなるので、何かしらニット帽をかぶるこのスタイルが定番で大好きです。次はスウェットのパーカにまだ暑い時期に先物買いをしてしまった GU のプリーツミディスカートを合わせたブーツスタイルです。ようやく秋っぽくなってきたので、寝かしていた GU のプリーツを出してきました。履いているのはその時一緒におすすめしていた楽天のサイドゴアブーツです。ユニクロ C で出ていたショートブーツよりも高さもあるし軽いので、絶対こっちの方がおすすめです。革のブーツと違って合皮なので、雨の日とかは長靴感覚で気を使うことなく使えてむっちゃ便利です。GU のミディスカートはそのままにして、トップスをカシミヤのニットのベージュに変えたブラウン系統一コーデです。ブーツは20年前にイタリアで買ってきたプラダのブーツです。革がボロボロに色あせて擦れてしまってみっともなくて履けなかったんですが、捨てられずに実家に眠っていたところ、このご時世でブランドブーツも今買うのもちょっと高いので、ミスターミニットでリペアしてもらって履くことにしました。バッグと靴の色を揃えるのは統一感やバランスを取るのに結構重要なポイントで、革っぽい素材がどちらかに入っていると意識して色を揃えるようにしています。ユニクロ C ではないですが、もう一つユニクロで一緒に買ってきたのがこちらのスヌーピーのシリーズのオレンジのスウェットです。4色展開でイラストもそれぞれ違い、どれも可愛かったんですが、オレンジのイラストと文字のバランスが一番良くて茶系にも合わせやすかったので即買いしました。サイズは男女兼用で M サイズになっています。パンツは前回 GU のショップクルーズで激推ししていた GU のコーデュロイバレルエッグパンツです。バレルエッグシリーズはテーパートって感じで、このブラウンの色味が最高に合わせやすい小ギザっていう風な感じです。ユニクロ C のスウェットの裾を絞れば同じようなシルエットにはなりますが、素材も違うのでまた違った感じで履くことができ、しかも GU なのでこちらが2990円とかなりお買い得です。多分私は単品では GU のコーデュロイバレルエッグの方が履くと思います。次はそのまま GU のコーデュロイバレルレッグパンツのままカシミヤニットのオリーブを合わせました。正直オリーブでもベージュでも思考停止状態で合わせて問題なしなので、バッグや靴でいろいろ変化させてどうぞっていう風な感じです。もう一つ GU でおすすめのバレルレッグシリーズはメンズのバレルレッグスラックスです。後ろ部分がゴムになっていて、ウエストも調節ができるように紐がついているのでサイズ調節がしやすいところも履きやすいポイントです。コラボしてもらった D さんが選んできたメンズのパンツなんですが、大型店での取り扱いだったみたいで、この間のショップクローズがなかったら多分見つけられなかったと思います。これもテーパードのシルエットで、素材も柔らかくて質感が良く、むちゃくちゃ気に入りました。メンズなのでサイズは S サイズでちょうどいい感じになっています。こちらのバレルデックスラックスのグレーはカシミヤのニットのベージュオリーブともどちらとも合わせられます。ユニクロより安い GU のタックワイドパンツに関しては素材がゴワゴワしていて硬いせいか履くとシルエットがあまり良くなかったのでユニクロの方がいいかと思うんですが、バレルデックスラックスの素材はサラッとして落ち感も出て上品に履けるのでおすすめです。春のユニクロ C のコーデでも出したかと思いますが、アディダスのジャージと合わせた海外セレブ風コーデもまだまだ使えます。
this paper, sorry out. I love me baby, bust it open, bring it back. I'm the realest killer in it, I don't even need it.時期的にもう着る機会もそろそろ終わってしまうので紹介するのも遅いかと思いますが、今着るスーツのセットアップとしてちょうどいいのがこちらの GU のメンズのウォッシャブルテーラードジャケットのセットアップです。裏がなくて家で洗えるというかなり優秀なセットアップで、私ももうちょっと早く知りたかったです。お仕事されている方にはかなり万能なスーツで、レディースでもボタンが一つで丈が短めの女性らしい同じシリーズがあるんですが、セットアップのパンツはストレートでリクルート感が強い感じになっていました。メンズのパンツはスリムなセンタープレス入りのパンツで、すっきり足が細く見えるので、メンズライクなパンツスーツがお好きな方にはメンズのこちらがおすすめです。定番で毎年出ているようなので、また季節に合わせたスーツが出てきそうなので、気になる方は GU のスーツのセットアップもチェックしてみてください。以上、毎年ほぼ変わらないコーデになりますが、今年のユニクロ C と GU を取り入れた秋に向けての着回しコーデでした。次のユニクロ U は最初言った通り、これと言ってほしいって思うものがなかったので、もしかしたら何も買わないかもしれません。他の方のレビューを見て参考にさせてもらおうかと思います。よろしく頼む。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。